どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、コテの巻き方をやりました。しかも失敗パターンですね、あるあるの。それを2パターン今日はやってます。で、多分一度は皆さんやったことあったりとか、たまにぼーっとしてたらそういうちょっとやってしまうということ多いかなと思うんですけど、まあそれちょっとやってしまわないように、やったらこうなっちゃうよっていうことをちょっとしっかりとやってますので、であとこう成功方法ですね、コテの巻き方と、あとストレートアイロンの巻き方、両方成功方法の2パターンも一緒にやってます。で、今日使ったのがこのクレープアイロン、まあ、ちょっと新しいのゲットしたんですけど、まあ、ハイブリッドの2ウェイといって、これこうやるとストレートアイロンと、あとこう締めてロックをするとコテにもなるっていうやつですね。で、ストレートと、まあ、あのコテ、まあ、両方の巻き方をちょっと今日はやってみましたので、いつもなんか失敗して悩んでる方だったりとか、うまく通す負けないよっていう方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。毛束を取って、レバーがある方を後ろに向けてコテを入れていきます。で、その状態だと内巻きに巻くのが正解なんですけど、それを逆向きに巻いたとします。すると外した時にこういう折れ目がついてしまいます。同じように毛束を取って、毛先をうまくこう巻き込めてない状態ですね、このままの状態で巻き込むと、外した時にこういう風に毛先が折れた状態になっちゃいます。毛束を取ってコテを入れます。巻き込む位置もしっかりと丸みに沿わせて巻き込んで、毛先も徐々に徐々に折らないようにコテの中にしまい込んでいきます。で、外すと綺麗にカールがつきます。さっきのコテなんですけど、ロックを外したら中が開きます。で、この状態で毛束を取って、同じ感じですね、これで挟んで、そのまま挟みながらぐるーっと回転させていきます。同じ要領です。ちょっと時間を置いて外すと綺麗なカールが出ます。こんな感じで仕上がりました。綺麗に巻くとかなりツヤもしっかり出ますので、よかったら参考にしてみてください。